こんにちは、のぶおんです。今日は中国語の勉強についてちょっとお話ししたいと思います。中国語の勉強ってなんか日本ではちょっとなんか難しいとかやりにくいっていうイメージを持たれることがあるんですけど、実は必ずしもそうではなくって、発音の部分がちょっと難しいだけなんですね。なので文法とかで意外とちょっとシンプルだったりします。ということで、じゃあどの発音のどの辺が難しいかっていうと、例えば、私は日本人ですって言いたいときに、我是日本人、我是日本人って言うんですけど、この時その我是の是が是でも是でもない、カタカナで書きにくい。日本人の日が理科、ルカ、ズカ、なんかどれでもないみたいな感じで、なんかこのカタカナに置き換えにくいのですごくやりにくいって思ってる方が多いんですね。でもまあどの言語も本当は日本のその五十音と対応してるわけじゃないので、まあそれは割り切って勉強してもらうと。なのでそこをクリアすると、実は中国語は意外とね勉強しやすい言語なんです。で、僕が台北で経営しているフレンドシップランゲージでも、そういった発音については結構重点的に練習をしていって、皆さんがその例えば台湾で旅行した時に現地の人に通じるような中国語をマスターしてもらえるように指導しています。ということで、ぜひね、中国語の勉強興味があるなという人は、いろんな今、CD とかオーディオファイルとかもありますので、そういうのを活用して勉強してほしいなと思いますし、もしよかったら、僕の教室にもちょっと習いに来てくれると嬉しいかなというふうに思ってます。では、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまたこれからいろんな中国語の話とか、それからあと台湾の各地の情報、これからね少しずつ休日にそういうところ出かけていって取材したいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。